皆さん、こんにちは。あびちょです。eBay でね、まあ、レアものっていうわけではないんですけど、なんかもう最近、なんか、人形劇で登場した、キャラクターと CG で登場したキャラクターで、まあ、同型の、機関車が、あったんで、それを見て、改造したくなったんです。紹介していきたいと思います。今回 eBay で買った、これが eBay で届いたやつですね。2点買いました。こちらまず1つ目。じゃじゃじゃん。トラックマスターのゲージと、あともう1点がこちら。じゃじゃん。トラックマスターの赤いネミアですね。で、これなんで買ったかっていうと、最近僕も改造したくて、デニスはノーマンで、ネミアスはスマジャーにしたいと思います。価格としては、合計価格4196円です。2つで、1471円で、送料は、多分1000円、送料が1254円ぐらいかかりました。はい、そんな感じで。自分が手元に持っているのは、デニスは比べなくてもいい。デニスを比べたいと思います。トラックマスターのデニス全体的に見るとこんな感じです。結構指紋が半端ないです。それ車輪の形状も違い、違いますね。トラックマスター、プラネルデニスと比べてみるとこんな感じです。もう結構濃さが全然違います。車輪の色も全然違います。裏面はほとんど同じです。ただ眉毛が違うだけ、眉毛と車輪の色がただ違うだけですね。結構手抜きの車輪。どっちみち改造するので。そこは、いいとしましょう。ただ、ロットがこれじゃないのが、ちょい残念かな。この車輪じゃないのも、そうですね。はい、そんな感じです。ネミアスはね、ネミアスも、ちょっと開けていきます。ネミアスは、比較する、紹介するほどではないんですけど、ざっくり見るとこんな。特に変わりはなさそうです。はい、そんな、早速ですから、せっかくなんで、ヨドバシカメラで、結構、色が似合う。キッチンとしては色では多分ないかもしれないですけど、スマジャーだと草色で、英語版だとオリーブグリーンって書いてあったんで、タミヤカラーのオリーブグリーンで、特にノーマンの色が結構迷いました。ノーマンの色だとオレンジレッドで、日本語で例えると赤大色ですね。赤大大のね、近い色といったら、もうこれしかないです。蛍光レッドにします。
まあ、これはね、まあ、傾向って言っても、傾向と夜行の、まあ、違い、まあ、僕一回自転車、まあ、スポーツバイクに、まあ、傾向するより、まあ、引かなかったんでね、まあ、夜行ではない。まあ、蛍光スプレーはね、まあ、引かないんで、まあ、そこは、まあ、ただ明るくなるだけなんで、まあ、ちょっと安心したかなと思います。さすがですね、ちょっと、改造して、マスキングテープ使っていきましょう。はい、早速ですがね、塗装の方に入りたいと思います。これにタミヤカラーが余ってる、まあ、黒を使って、ノーマンの屋根と、あの、顔先部分で、スマジャーはこのオリーブグリーンを塗りたいと思います。思ったよりなんか色が近づいてきてますね。まあノーマンの様子はこんな感じになってますね。スマージャはとてもいい感じですね。特にムラなどはなさそうです。また帰ってきたら2回目の塗装を塗りたいと思います。はい、まあやっとスマージャの、まあ、このカバー部分はまあ完全にまあだいぶ塗装の仕上がりが良くなってきましたね。いやー、ほんとめちゃくちゃ綺麗です。あとスマジャーのこのシャーシー部分もほぼ完成なんですけど、ただあの細かいあの隙間のところがまだ赤っぽかったんで、まあ再度まあスプレーまあ塗装追加しました。まあ、次はね、次はですね、ノーマンの本題に入りたいと思います。ノーマンはね、持ち空きシルエットを使いたいと思います。じゃあ塗装していきましょう。どんな色の濃さになるのか楽しみです。
で、まあ、ノーマンの移動するとこんな感じになっています。まあ、これはまだ1回目なんでね。まあ、ノーマンの場合はまあ、まあ、結構できたんで、まあ、多分2回じゃ物足りないんで、3、4回ぐらい塗るだけで仕上がりが良くなるのかなと思っています。この次に、ユニアスの春グリーンを、まあ、多分、ここ削らなくても、多分し、一回白くしてみたいと思います。まあ、これで、まあ、うまくいけたら、まあ、いいかなって思います。この部分を塗りたいと思います。削りたいと思います。まあ、ちょっとこんな感じ、粉々になりました。まあ、こんな感じで、まあ、削りました。まあ、多分これぐらいであれば大丈夫でしょう。この白い部分を塗りたい。うん、なんかいい感じになります。まあ、あと余計な部分はね、消しペンでやりたいと思います。そして次はこの消しペンを使って眉毛を消してスマージャーの眉毛にしたいと思います。
切る、切る。これはマジックペン使いたいと思います。まあ、スマイルちゃんの顔はこう、いい感じ。ただまだこいつ乾いてる。消しペンで消し、ついた部分消しといて。いやーまあ、綺麗な仕上がりにはなる。まあ、なります。まあ、あとは乾かすのに注意しよう。そして次はデニスの顔ノーマンにしたい。ノーマンはね、つなぎ眉毛、つなぎ眉毛が特徴なの。はい、まあこんな感じで、ノーマンの顔が完成しました。はい、まあだいぶ時間は経ちましたが、はい、こんな感じ、まあスマジャーだけ完成しました。はい、こんな感じになっております。しかもこれオリーブグリーンを使ってやったんですけど、ラインと番号と窓との部分を、まああとバッファーの部分を、まあマスキングして、まあ何、まあ、色、まあ、余計なところつくことなく、まあ、特にスマジャーは綺麗にできてよかったかな、というふうに思いました。もし、この動画見てくれて、まあ、ご感想、まあ、動画、まあ、コメントしていただければいいかなと。まあ、僕的には、まあ、すごい良かったな、というふうに思います。まあ、あとはね、シール貼り付ければ、もう完全に、もう、スマジャーですね。はい、そんな感じです。まあそしてノーマンなんですけど、ただ今もうシャーシしかできなくて、ただカバー部分が正直あんまりうまくいってなくて、まあ正直時間はかかりますがね。まあ、まあ早め早めの完成できたらいいかなって思っております。こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。バイ!